馬島省は、満州国に、かつて存在した省。現在の吉林省延辺朝鮮族自治州に、相当する。1934年12月1日、吉林省の延吉、大清、紺春、和龍の4県及び、奉天省の省津県に、馬島省が新設され、省考所が、延吉県延吉街に設置された。満州国時代の馬島省の住民の多くは、日本人及び、朝鮮人という特殊な状況であった。1943年に、東満総省の管轄に、1945年には、国務院の直轄とされた。紀行文、宋傍たる、北満州、3000里に、以下の記載がある。延吉市の旧名は極市街。現在の馬島省の首府である。従来に、論鎮は、馬島の朝鮮人の中心で、延吉は、中国人の中心だ。満州事変以後、京都線が開通し、馬島省の首府が、延吉市となった。昭和10年10月末現在の延吉の戸数と、人口は、以下の通り。満州人、日本人、朝鮮人。延吉市は、新興都市の雰囲気に満ちている。満州国崩壊直前の下部行政区画特記なき、場合、世界諸国の制度、組織、人事、1840から2000による。社名、所在地、種別神社名、祭神、創立年月、鎮座地。ありがとうございます。